AVIUTL 編集メモ。この動画は AVIUTL での編集方法を忘れないために作られた動画です。私は前回の動画が AVIUTL のランキングに掲載され申し訳ない気持ちでいっぱいの嫌です。素早い移動を表現しよう。AVIUTL では座標から座標へ画像や動画を移動させることができます。実際に移動させたのがこの映像。なんだかスピード感が足りませんね。そこで編集のブラーというものを使用します。ブラーというのは霞んだ状態のことを意味する言葉だそうです。まずはモーションブラーを使用しましょう。デフォルト設定だとこんな感じ。スピードは完全に一緒ですが、モーションブラーの効果をつけると残像みたいなのが残って、なんかちょっと速そうに見えます。続いてさつきさんが作られたプラグイン、自動方向ブラーを使用してみましょう。こちらは文字通り自動でブラーをしてくれるプラグインです。この動画では一方向に一定の速度でしか移動していないのでわかりませんが、移動方向やスピードによって自動でブラーをかけてくれます。とっても便利な2つのブラー。どちらを選ぶかは好みの問題ですね。ただし、この2つのブラーにはちょっとした欠点があります。重いです。重いんです。編集がカクつくんです。まあ重いと言ってもカメラ制御で大量のレイヤーを動かすほどではありませんが、この編集と同時に別の重めの編集をするのは少しためらいますね。そんなあなたに方向ブラー。方向ブラーを使用した移動がこちら。手動でブラーの方向と範囲を指定しなければなりませんが、編集が軽いです。ブラーの範囲を広くしたら当然多少重くはなります。応用編。すごく速そうに見える方向ブラー。軽い方向ブラーを使用して高速で移動しているように見せましょう。まずはこちらをご覧ください。なんだか瞬間移動しているように見えますね。実際座標としては別の場所に画像を配置しただけです。配置の最後と最初に方向ブラーをかけるとなんだか瞬間移動しているように見えます。ヒュンとかビュンみたいな風切り音を入れるとさらに移動している雰囲気を演出します。この動画ではわかりやすさのため方向ブラーをかけている時間が長いですが、方向ブラーをかけている時間はもっと短くてもいいかもしれません。続いて残像が出ているように見える瞬間移動方向ブラー。方向ブラーの範囲を直線移動で大きく、そして移動後に小さくすることで、移動で残像が出ているように見えます。この動画では分かりやすさのためブラーをかけている時間が長いですが短い方がさっきも言いましたね。ただし、ブラーを大きくすると当然編集も重くなります。以上です。皆さんもブラーをお楽しみください。編集中はカクついているから出力しないと実際のブラーの見え方が分かりづらいところに注意です。